先月31日付で在宅起訴されたのは、熊本市東区の認定こども園さくら幼稚園に勤務していた64歳の元教頭です。起訴状によりますと、元教頭は去年3月、当時5歳の園児の頬を手で2回叩いたとして暴行の罪に問われています。元教頭は去年6月、暴行の疑いで書類送検されていました。元教頭の担当弁護士は KKT の取材に対し、園児の唾を吐く行為を止めるために両手で両頬を押さえた、勢いは強かったかもしれないが叩いたわけではないと起訴事実を否定、無罪を訴え争う方針です。県は寄せられた情報を受け、去年4月から5月の間に熊本市と合同で2回園に聞き取り調査を実施、園長や副園長など職員の7割に話を聞きましたが、事実確認が完全にできなかったとして口頭での注意にとどめていました。今回の在宅起訴を受け、県は検察の処分を受け、改めて園に指導を行うことを検討するとコメントしています。